いいですか。いいんですね。はい、皆さんこんばんは、灼熱カバディ、あぜ道相馬役の佐藤源です、本日は灼熱カバディスペシャル生配信ということで、作品の魅力や情報をお伝えしつつ絶賛放送中のアニメを盛り上げていこうと思います。よろしくお願いします。はい、この特番の前に1話から4話までの一挙無料配信がありましたが、皆さんご覧いただけましたでしょうか。まあ、改めてね、こんなシーンあったな、あそこかっこよかったなと、たくさんね、あの感想などもあると思いますので、どんどんコメントしていただければなと思っております。そしてなんと本日はこの特番の後にも5話から8話の一挙無料配信、そしてテレビ東京で深夜1時23分からを皮切りに最新9話の放送があります。ぜひご覧ください。まあね、せっかくスペシャル生放送ということなので、僕一人じゃちょっと寂しいなということですので、今回は特別ゲストが来ていただいております。オープニングテーマ担当の大平俊也さんです。よろしくお願いします。お願いします。どうも皆さんこんにちは。源の源は元気の源、ストイッカー源こと佐藤源です。それ違うチャンネルやなそれあれやな、赤いつなぎ着てる時のチャンネルやなよろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。見られてるんか。いや、やっぱり事前にしっかり下調べをさせていただきまして、もうありがとうございます。いや、もう楽しませていただきました。ありがとうございます。ぜひ気になった方はチャンネル登録をしていただいて見ていただけると嬉しく思いますがよろしくお願いします。はい、あの大平さんとは3月の先行上映会以来の再会ということになりますけども。そうですね、しかもあの時はあんまりこう2人で喋れるっていうことがなかったの で、はい、今日あの控室でも喋らせていただいたんですけど、はい、やっぱすごいまさにストイックにこのカバディに対して、灼熱カバディに対して当たられてるなっていうのがすごい感じられて。いやいや、全然でございます。ありがとうございます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。まあ、そんな大平さんなんでございますけども、はい、アニメの方はご覧いただいてますでしょうか。そうですね、はい、あのしっかりテレビで見させていただいている時と、テレビの前で寝てしまって見過ごしてしまった時がありますけども、いやいや、しっかりね、でもそういう方のためにね、はい、見させていただいたんで、はい、バッチリあの見てきたんで、はい、よろしくお願いします。ありがとうございます。ね、今日はね、せっかく大平さんに、いや、もうなんだったら俊也さんに、うわ、俊也くんに、源くんに、なんか急に距離詰まったいや、なんか嬉しいっすね、はい、嬉しいですね。いや、僕ほら、基本的にそのあのアニメ始まってからは僕あまり皆さんと関わることないので、はい、まあ、なかなかこういうご時世でもありますしね。そうなので、うん、あの今日なんか一ファンみたいな気持ちでここに来させていただいていて、はい、ありがとうございます。本物おるって思いましたもんあぜ道の人おるって思いましたもん、来た時に。俊也くん、はい、ようこそお越しくださいました。おー、ありがとうございます特別ボイスでございます嬉しい、録音したみんな後でちょうだいね、僕に。やめてやめてはい、ということでね、せっかくなので、はい、この調子でどんどん盛り上がっていきたいと思います。お願いします。それではそろそろ始めていきましょう。テレビアニメ灼熱カバディスペシャル生配信スタート。はい、まずは改めてテレビアニメ灼熱カバディの紹介です。小学館漫画1にて連載中、最強のマイナースポーツカバディに青春をかける高校生たちの熱い物語となっております。まあね、実際このカバディという競技なんでございますけども、はい、日本ではまだね、書かれている通りマイナーなスポーツだなというイメージが強いんですが、はい、俊也くんはなんか俊也くんって呼ぶのドキドキしてんだ。いや、何より僕俊也くんはってチラッて見てくれたこの目線にキュンってしました男ながらでも俊也くんはそのカーディは実際ご存知でしたか。いや、でも僕その、この作品がきっかけでそれこそカバディってスポーツを知ったんですけど、はい、いや、なんか予想外に思ってた以上に熱いスポーツですし、はい、あとこう、まあ他のスポーツみたいにこうボールを使ったりとかそういうこともなく、やっぱこうね、小学生でドッジボールが流行ったように、このカバディってスポーツが小学生が始めたらめちゃめちゃ
なんていうんですか、こう世界に広がっていくんだろうなもっとって思って。そうですね、本当におっしゃられた通り、その球技とか、ある意味身一つでできるスポーツですし、なんかちょっとルールとかもね簡単にしていったりとかもしたら、本当に小さいお子さんでも楽しく遊ぶことができて、それこそプロになったらより真剣にどういうふうに戦っていくのかっていう、本当に奥深いスポーツになっているので、ぜひ皆さんも本当にリアルカバディなのをね楽しんでいただきたいなと思いますけども、はい、まあそんなカバディを題材にした灼熱カバディでございますが、はい、まあこの作品、はい、俊也くんはいっぱい見られているというふうにお伺いしておりますが、見させていただいております。漫画もしっかり読んでおりますよ、はい、そんな俊也くんから見て、この灼熱カバディどんなところが熱いな面白いなと思いますか？そうですね、はい、やっぱりこう、まあ、スポーツっていうことで心の心情を描かれているところが、はい、で特にこの灼熱カバディっていう、はい、アニメ漫画はすごく丁寧に描かれているので、そうですね、なんか見ていて、例えばこうスポーツ選手をこうスポーツ観戦とかしてる時に、はい、実はこんなにこの数秒で考えてたんだとか、そういうのを発見することが、視聴者として生きてきて、すごくなんか、うわ、やっぱスポーツっていいよなって思う、いましたね。だからなんかそこがすごく熱いなって思いますし、はい、そのやっぱりこのさっきも言いましたけど、はい、カバディっていうのはよりこう一人一人のキャラクターの心情を描かれている作品だと思うので、はい、むちゃむちゃなんだろう、こっちも見てる、こっちも試合してる風景とか、どっちも応援したくなるんですよ。いやー、わかります、わかります。なんかどっちにも負けてほしくないし、どっちにも勝ってほしいけど、やっぱスポーツだから勝ち負けがあるわけで、そうですね、だからなんかどっちの気持ちにも寄り添えるっていうのが、この灼熱カバディのすごく熱くいいところだなって思いますね。そうですね、相手側の心情だったり過去だったりも本当に感情移入して見やすいっていう、本当に素晴らしい作品となっておりますので、ぜひ見ていただきたいと思いますが、はい、そんな魅力的なキャラクターがたくさんするこの灼熱カバディなんでございますけども、はい、改めて脳筋高校のメンバーを紹介していきたいと思います。お願いします。主人公宵越達也が属する脳筋高校カバディのキャラクターはこちら。はい、こちらがね、脳筋高校メンバーとなります。もう最初に比べたらいっぱい増えまして。そうですよね、そうなんですよ、この間、はい、増えたんですもんね、そうなんです、増えたばっかりでして、ひとみちゃんがめっちゃ可愛くてもうひとみちゃんって呼んでますもん、だってそう、あー、わかります、なんか呼びたくなっちゃいますよね。ほんもうほんと僕リアルタイムでこれ見てたんですけど、もうついついとしちゃいましたひとみちゃん可愛いって可愛いわと思って惚れるわ。いや、ずるいよ、あざといですよ。だってわざわざ宵越くんの手をここに持ってきてさ、はい、男の子なんですみたいな言うじゃないですかお前それは可愛いって。そうやな、そうですね、そうなんですよ。その他にもね、すごく個性が強いキャラクターが多いので、はい、すごく素敵ですよね。主人公宵越達也くん、こちら内田雄馬さんが演じられておりますけども、まあ、元々サッカーをやっていて一度スポーツから離れた経験はありますけども、改めてこのカバディを通してスポーツに戻ってきたと、なんかそのスポーツに関わる人、今まで関わったことなかった人でも感情移入しやすいキャラクターになっているのかなと思います、はい、そして僕演じさせていただいておりますあぜみちそうまくんや、部長の王女まさとくん、副部長の井浦圭くん、2年生の三住恭平くん、伊達真嗣くん、そして先週放送された8話で入部した1年生3人など個性豊かなメンバーがたくさんいらっしゃいますが、はい、皆さんは実際どのキャラクターがお気に入りなのかななんて思いますけども。確かに、まあ、今でもコメント結構見る通り、やっぱりひとみちゃん可愛いっていうのが、いやーね、最初の入りは確かにずるいですよね。いや、ずるいですよ、めっちゃ可愛いし、でもなんかこのやっぱカバディ、シャベンスカバディについて思うのは、やっぱ本当に色濃く他のキャラクターも選ぶ、はい、描かれているんで、一人一人こう推しが違うと思うんですよ皆さん、それがなんかなんだろう、さらに盛り上がるじゃないですか、はい、いいなって思いますね。まだそれぞれの過去とかもまた違った形でいろんなところからこう入ってくる、カバディっていう競技に、それこそ、はい、あれ何ですか、あれちょっとこれはわかんねえや、わかんねえや、わかんねえや。でも確かに、あ、そう、なんか、でも確かにキャラクターわかりやすいのがいますね。魔王、それは井浦くんのこととか言って。でも確かにな、王将さんとかな、パッと見するとあれ、ダークヒーロー的なところあったりしますもんね。いや本当に。そしてヤンキーと言われてますけども、はい、もう本当正統派王道の
ヤンキーだったりとか、まだね、そのヤンキーだったからこそ の個性の戦い方が出たりする競技だったりもしますので、そういった、ね、メンバーも楽しんでいただければなと思いますが、はい、まあ、ちょっと僕ね、あぜ道相馬くんをやらせていただいた上で、はい、まあね、一番苦労したのは方言だったと。いや、そうですね、です、熊本弁でしょうか。もともと武蔵野先生にお伺いを立てたところ、うん、特に決まったその方言はないというふうにお伺いはそうなんですね、はい、したんですが、だから東北の方とかからも何種類かちょっと勉強させていただいたり、うん、ゆんくんはもともとはどこ出身ですか。僕は神奈川県です。あ、もう全然違う。もう全然方言じゃないね、ノリと勢いでやりまくった、佐藤弁でやりまくったところ、なんか合格させていただきまして、いや本当、はい、この人はもともとそういう人なのかなって思ってました、方言使うって思ってたんですけど、はい、すごい、すごい流暢に方言が出てきてて、ありがとうございます。いや、すごいわ。いや、難しかったですね、やっぱそのね、聞くところ聞くところ の、うん、そのいろんな方のところにも届けられるように、うん、ここうちの方言じゃないかな、ここ僕の住んでる方言じゃないかな、私の方言じゃないかなと思っていただけたらいいなと思いまして、なるほど、ちょっと織り交ぜつつっていう感じでやらせていただきました。コメントも佐藤弁、佐藤弁、佐藤弁です。もう佐藤弁でございます。でもどうなんですか、はい、実際にこうあぜ道決まった時に、はい、こうどういう感情だったんですか。いや、めちゃめちゃ嬉しかったですね。アニメ化する前からこの作品のことは知っていたので、はいはいはい、なんかそのしかもあぜ道相馬くんって一番好きなキャラクターだったんですよ。そうなんですか。もう第1話で惚れまして。いや、いいっすね、いいキャラクターしてんなこの子って思ったらやらせていただけるっていう。しかもね、周りのキャストさんも本当に素晴らしい方々ばかりで豪華で、あの中の熱量を、しかも一番熱量を必要とするキャラクターを俺やらせてもらえるんだっていうこの喜び、やっぱりもうとにかく、でもやっぱり経験が、いや、役者としての経験もまだまだだったので、うん、じゃあだったらカバディもまずは体験して俺にしかできない役作りをしに行こうみたいな。そうか、そうですよね、カバディ体験されたんですもんね。体験しに行きました。どうでした。いや、もう実際にやってみると、うん、楽しいを越す以上に勝ちたいというか。試合もしたんですか。しました、しました。おお、すごいな。実際に点取って帰ったりとかもできましたし、うん、捕まってしまったりとかもしましたし、捕まえたりとか、あれは本当に本能むき出しになりますね。めっちゃ面白いです。ちなみにキャントっていうのは、はい、いけるもんすか。キャント続けられるもんなんですか。そうですね、佐藤源としてキャントするなら、あぜ道くんとしてキャントするなら、10秒持てばいいようになってきたりとかしますね。熱量半端ないですよね。熱量半端じゃないので。確かに。実際キャントとかも、うん、そのあえてキャントを大きくしたり小さくしたり、またそのカバディ、カバディ一定のリズムでやっていくっていう、その作品、やり方とかもありますので。あ、なるほど、はい、それもテクニックの一つなんですね。そうですね。素晴らしいな。ぜひ本当に純也君にもね、いつかちょっと一緒にちょっとやりましょう、やりましょう、なんかね、絶対楽しい、機会とかあったらやりましょう、やりましょう。いやー、いいな、嬉しい。はい、でもそんなね、純也君も本当にこの作品に、はい、もう素晴らしいオープニングを吹き込んでくださいまして、本当にありがとうございます。ありがとうございます、本当に。はい、まあね、せっかく今回来ていただきましたので、はい、せっかくだったらオープニングテーマ、ファイヤーバードについてもいろいろ伺いたいなと思うんですけども。そうですね、僕は初めてアニメ主題歌に、はい、担当させていただくんですけど、ね、この作品が、うんうん、こう結構こう僕もアニメがもともとすごく好きだったのと、はい、で音楽も好きだったので、ずっとこうやりたいな、やりたいなって、主題歌やりたいなって思ってた中に、はい、この作品、このすごい熱い作品の、はい、オープニングを担当させていただいて本当に嬉しかったですね。いや、もうめちゃめちゃかっこよくて、それこそね、ぜひね、歌詞などにもね、本当に注目して聴いていただきたいなと思っておりますので。提供がその天月さんと宮田レフティリオさんが共作で提供してくださったんですけど、すごく豪華ですよね。ありがとうございます。レコーディングで、はい、レコーディングで天月さん、お二人にお会いすることは実際こういう状況下なのでできなかったんですけど、すごくこう歌って、はい、天月さんがこうアドバイスくれて、でまた歌い直してみたいなことをやらせていただいて、はい、すごくいろんな方の思いが詰まってる作品になったかなっていうふうに思いますね。はい、いや、本当に僕もね、 MV 拝見させていただきました。本当ですか。もうね、ちょっとね、僕からいろいろ言いたいことあるんですけど、まずはね、ぜひ皆さんと、はい、ちょっと共有したいなと思いますので、お願いします。じゃあ、はい、ぜひ MV 見てください。はい、どうぞ。Cabaret, cabaret, 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 caba
冒頭ですよね。ありがとうございます。俺びっくりしました、オープニング聞いた時。本当っすか？ちゃんとしてると思って。いや、これはあれなんですよ、あの灼熱してる人にしか聞こえないんですよ、このカバディは。何は聞こえましたね。いや、聞こえました。皆さん聞こえましたか？いや、俺は灼熱してるということで、してるということで。実際にこれはあの自由の森学園中学校高等学校男子カバディ部、こちらの学校本当に、はい、高校でもなかなかないカバディ部を持っている。そうなんですよ。しかも本当にね、高校生の活躍が目覚ましくて、実際その大人のチームだったりとか、そうなんですよ、勝ってたりとか、大人も顔向けの強さらしくて、ものすごいですよね。いやー、もう本当にいろいろ僕もこの撮影の時に、はい、お話しさせていただいて、実際にこうキャントはこんな感じだよとか、キャッチする時はこんなだよとかいうのを教えてもらったんですけど、すごいですね。なんかこう、こういう熱いスポーツなのに、はい、すごく美しいなって感じたんですよ。なんかこういう表情とかね、実際に何なら熱く戦い合ってるのが素晴らしいですよね、本当に。ぜひ本当にこの MV を通してカバディかっこいいなと思った方には、本当に一度そのね、公式戦の動画だったりとか、はい、もしくは自分自身で、女子もなどもね、いっぱいやっていますので、うん、ぜひやっていただきたいなっていうふうに本当に思いますね。ぜひよろしくお願いします。 MV も結構ストーリーっぽくなってるので、はい、試合の風景とか描かれてるので、そこからぜひね、入ってみてもいいんじゃないかなって思います、はい、お願いします。お願いします。そして、はい、やっぱりそうだったんですね。え、タツさん、お疲れ様です。タツさん、ありがとうございます。ありがとうございます。その節は本当にお世話になりました。緊張でバクバクな僕にお話を振っていただいて本当にありがとうございました。かわり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 。いや、本当にね、タツさんも本当に僕現場で大変にお世話になりまして、うん、めちゃめちゃ熱くね、いろんなお話させていただいたり、それこそこのカバディという作品どうやったら盛り上がっていけるかなど、いっぱいお話しさせていただきました。タツさん頑張ってます。ありがとうございます。ありがとうございます。嬉しい。もうやっぱなんか僕ファンみたいな気持ちになってるんで。なんか今本物来たと思って。本物来ちゃってますもんね。本物いるし。本物いるし。ありがとうございます。今日はね、本当に豪華にやらせていただいておりますので、はい、しっかりシャクルスカバディ盛り上げていければと思います。はい、そしてですね、シャクル本当に MV の貴重な話ありがとうございました。ありがとうございます。またぜひですね、この MV を見て興味持たれた方はぜひ本当にロング PV もたくさん見ていただいて、そちらの方でもたくさんコメントなどもねしていただけたらと思いますので、ありがとうございます。どうぞよろしくお願いいたします。お願いします。はい、ということでここからはですね、現在までに放送された1話から8話までを視聴者の皆様と一緒にシーンを振り返っていこうと思います、はい。YouTube チャットや Twitter でどしどしコメントしてください。 Twitter の方ではハッシュタグ灼熱カバディ生配信をつけて、ぜひどんどんコメントしていただければなと思っております。よろしくお願いいたします。はい、ぜひですね、俊也君には改めて、はい、視聴者側の目線とか、そうですよね、この時こういうのが良かったんですよなんてね、コメントもいっぱいいただけると、ぜひお願いします。すごい、僕すごい貴重な体験させていただいたな。隣にあぜ道がいて、画面の向こうにはミスミがいるっていう状態になってますので、これコメント大事になってくるぞ。コメントもね、視聴者の皆さんもたくさんコメントしてください。よろしくお願いいたします。それではまず第1話よりこちらのシーンをお届けします。あとは一歩戻るだけ、さよならだ。俺が神生主になったらカバディはネタスポーツじゃないくらいは言ってやろう。カバディ背が高えってことは、うわ、いっちゃいいシーン、背が高えってことだべ。カバディ、僕も原作ここで撮れたんですよね。無理やり連れてきたね。少し悪いことしたかなと思ってたんだ。でもよかった、カバディ。酔い越し試合の途中からいい顔してたべや。いい顔、カバディをしながら、そんなわけが。いける、あと一歩、いや、手を伸ばせば届く、あと数センチで届け、カバディ、届け、カバディ、届け。よいし、これからは仲間だ、よろしく。はい、ということで第1話、あぜ道 VS 酔い越しのシーンでございましたが、皆様いかがだったでしょうか。あ、結構みんなここ好きっていうセリフいっぱいありますね。ありがとうございます。
いや素晴らしいです。僕もめっちゃ好きです、はい、ここの瞬間。ありがとうございます。これからは仲間だよろしくってもう、はい、いっちゃん好き。ありがとうございます。いっちゃん好き、あコメントベイビーさんからは、みんな好きなシーンここから始まったんだよなというふうに。そうそうですね、本当に全ての始まりのシーンですので、ここやるとき本当にドキドキしました。本当っすか。なんかここから酔い腰に熱を伝える、酔い腰の燃料をつけるっていうところになってくるので、本当に何度も何度ももう一回お願いしますという形でやらせていただいたりとか、 ね、それこそタツさんからねたくさんアドバイスいただいたりとかしてやらせていただいて、でも本当に楽しかったんですよね。ここの1話の時に全員がものすごい熱気で収録してたんですよ。あそうなんですね、はい、特にゆうまさんとここの掛け合いやる時なんかはもう絶対負けたくないっていうあぜ道と同じ気持ちになってやらせていただけたのですっごい楽しかったですね。いや素敵ですね、はい、その役と自分がこうリンクするじゃないですか、はい、いやついていいな。いやもう本当に楽しかったですね。僕すごい気になったんですけど、はい、最初に1話でチュワースって入ってくるじゃないですか、酔い腰の家に、はい、あの時って、はい、まあ、第一声なわけじゃないですか、どういう気持ちだったんですか。なんか入る時とかの一番最初にガチャって入る時とかに、チュワースみたいな感じで入るじゃないですか、はい、これもあの漫画の最初のシーン見た時に、あこの子距離感どっか行っちゃってるみたいな距離感どこ行っちゃったこの子みたいな。でもあれがいいんだろうなっていう。確かに最初にあの熱量で酔い腰を引っ張ってくるからいいんだろうなって、うん、ここいいなっていう感じになってきて、全てはもうあぜ道から始まってますからね。そうですね、本当にスタートとして、やらせていただけるのは本当に光栄でした。いいありがとうございます。本当にかっこいいわ。司会の2人カバディ好きなのがすごく伝わるわとありがとうございます。本当に好きなんです、灼熱カバディ。熱い、本当に素敵。はい、ということで続いてのシーン見ていきたいと思います、はい、第2話からはこちらのシーンです。どうぞ。じゃあ彼女いんのは、うわあぜ道だけか。ん、田舎の子だろ、遠距離でも彼女大切にな。うっし、頑張ります。え、いや別に不自然なことではないか、あぜ道に彼女くらいいても。そう、彼女くらいな。俺はできたことないが作ろうと思えばすぐできるし。ああ全然悔しくない。先を越されたとか全くないわけだが、一応あぜ道に本当に彼女がいるのか確認しておこう。それがいい。彼女の写真とかあるんだ。あっけど、おお照れんな、キラキラするな頭にも乗せるなキラキラいいから見せろ。俺この子たかが知れる。こいつと付き合うような女だ。どうせ芋臭い牛みてえな。シャー！落ち着け！ストラグル、ストラグル入ってる。入れるな。ここストラグル入れてくるっていう。いや本当に面白い。もう何よりやっぱね、灼熱カバディってこう何ですか、張り詰めてるシーンって緩和のさせ方がねめちゃめちゃ上手。めっちゃおもろいですよね。いやここはもうキャスト陣全員ガチ嫉妬しましたね。いや本当にこいつ彼女いるんか。彼は学生時代時とかそうでしたもんね、こいつだけは絶対いないって思ってたやつが、はい、いるんすよね。しかもなんかあぜ道はいるよなっていうこの納得しちゃう性格してるんですよね。だってめっちゃいい男やもんっていう、惚れるわなそれはって思いますけど、なんか中の人ですけど勝手にあぜ道くんにすごいなんか遠くに行かれた感じがして僕はすごい悲しくなりました今どこに行っちゃうんだろうなと思って。お家でやってもらっていいですか。いや面白い。でもあえてここのシーン切り抜いてくるあたりまた面白いですね。第2話でさっきのいいシーンからのここですか。ここですよね、緩急ついております今日は。もうさすがだわカバディスタッフさんすごいわ、はい、ということで続いてのシーンいきたいと思います。第3話のシーンはこちら。いけんのか酔い腰。もう一度守備がある。体力残しとけ、守備にはお前の力がいる。ああなんか柄でもないこと言っちまった。久しぶりだな、ここまで限界を迎えたのは。そうだった、酸素が切れると視界にもやがかかるんだ。忘れてたな、この世界、この
燃える世界は気持ちがいいんだ。うーん、いや熱い。ここが本当に象徴的に熱いシーンですね。熱いですね。千葉君から見てこの酔い腰が今まで冷めていた熱がもう一度復活するっていうところを見て、なんかどういう風な感じだなとかってありましたか？そうですね、やっぱりアニメもそうですし漫画もそうですけど、はい、その酔い腰の熱量がどん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 上がっていってっていうのがすごくこう、なんだろう、僕はなんだろう、酔い腰ほど背も高くなかったですけど、僕もスポーツやってたので、はい、この仲間とのつながりだったりとか、はい、あの酔い腰が仲間を思ってとかっていうのを見てると、はい、あ、僕もこういうところあったし、そういう瞬間があったしって、なんかあの頃を思い出すし、はい、青春時代を、なし、なんかこう心の燃える、それこそファイヤーな気持ちが描かれてるのを見て、はい、なんかこっちも熱くなりますね。なんか本当にここをね通してこう皆さんの中にも熱が伝わってくれたらいいななんて思っておりましたけども、あぜみち酔い腰ペア最高ということで、ありがとうございます。もうこれは本当に嬉しい限りでございます。最高酔い腰と同一人物とは思えないほどかっこいい確かにね、あの酔い腰があの抜けてるところと彼女嫉妬してぶん殴りに行くところと、あそこ見た落差とかすっごい面白い感じにはなったりしますね僕ね本当ね1話のね、あの殴るシーンめっちゃ好きで、シャーッあそこ本当に面白いですよね。しかもあそこにもストラゴロって入ってんだと、あれがちょっと、しかもあのストラゴロも言い方ちょっと違って面白いですよね。本当に面白くて、あそこも本当にあのペアとペアで実際こうやらせていただけるっていうところも、やっぱりそのね、実際アフレコする時とかもペア同士でもっとどうしたらできるかなというか、あ、そうなんですか。ある意味そのね、それこそ今見てくださってるタツさんとかの方に、僕はその挑んでいく側だったので、お芝居を通しても挑んでいくみたいな感じで、絶対やってやるみたいな、とにかく挑めっていう気持ちですごくやっていたのは、やっぱこう相手のセリフの後とかってちょっと変わったりするんですか？はい、あ、すごい変わりました。こう、いや俺はこうやってみると思ったら、もう上から放送来るかみたいな感じで来たりとか、そこをユーマさんがもっと熱量上げてっていう、あの感じは灼熱カバディの現場だからこそできたっていう感じはあると思いますね。やっぱこうアニメ見ていて、どん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 皆さんの熱量がどん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 上がっていくのが、そう、声だけ聞いててもすごい感じるので、だからよりこう、熱量が伝わって、なんか夜中なのにこうなるんですよね。前かがみ前腰になってみたいな。なんかこっちはねやっぱ熱くなるので、ぜひね皆さんぜひ夜中見てほしいです、ね。配信もいいですけど、リアルタイムいいっすよ。そうですね。はい、そしてここからどんどん盛り上がっていきますので、続いてのシーンお願いします。お願いします。カバディ、カバディ、何も感じない。無臭だ。来た。何か秀でた部分を持つ人間からは特殊な匂いがするもんだが、こいつからは何も。カバディ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 。え？今触られたのか？来ました、王女でございます。王女さんはかっこいいっす。いやー、やっぱり好きですか？大好きですね。やっぱりね、スポーツ、僕もね結構華奢な方で身長もあんまり高い方じゃないので、やっぱスポーツやる時とか、ね、僕はテニスやってたんですけど、やっぱ力強い人の球ってめっちゃ速いじゃないですか。でも身長低いなりにとか華奢なりにとか、いろいろ試行錯誤させて、して、で自分でこう一生懸命練習して戦っている姿がもうまさにヒーロー。王女様素晴らしいです。本当にこのもう熱量がすごい、熱量灼熱になり始めた。そうだね。僕の体はカバディ向けじゃない。でも僕が部長なのは僕が一番強いから。気がついたら王女になってんだけど。いや本当に、ね、本当にかっこいい。いやまさにね、ほんとね、華奢体型、身長が低い体型の人のヒーロー、いや勇気づけられた人がたくさんいるはずです、王女さんには。戦い方一つでここまでいけるんだっていう、本当に。しかもそのキャラが今作中でも相当強い部類にいるっていうのは、しかもね、あそこまでたどり着くのにもうどれだけの努力を踏んだんだっていう、本当にあれが生まれながらの天才じゃないっていうところがいいんですよね。そうなんです。努力の結晶のところがいいんです。
いやもうすっごい燃えてきた現場も灼熱してきたぜ。いいですね。じゃあこのペースでどんどん続いてのシーンもね見ていきたいと思いますので、はい、それでは第5話こちらのシーンです。どうぞ。いらっしゃいませ。高谷先輩、ご挨拶に。こいつが。さあどうぞ中へ。来ましたね。来た。高谷君。俺最初嫌いだった。君一人だと違うね。ぶっちゃけ俺最初嫌いだった。なかなかね、癖のあるキャラクターですからね。やっぱりこう主人公目線で見てるじゃん。ああ。ツルツルの君もだね。上がってるし。おお、いい音。これ、すげえ腹立つ。あぜみちさんやぞって思いながら本読んどったわ、これ。あなた、王女さん。うん。よろしく。俺、あんたと勝負したくて早起きしたの。軽いけど、僕、今日は安心してください。前半、大差をつけてあなたを引きずり出すんで。スイッチ入りましたね。全員スイッチ入りました。来た。僕はね、高谷がね、最初嫌いでね。あらやっぱりね、王女さんにあの口聞いてきたのはちょっと腹立ちましたけど。王女さん大好きすぎて王女さん大好きすぎて、やっぱ主人公目線の学校で見てるんでね、あれでしたけど、マジ18巻最新巻見てほしいです。最新巻本当にそうですね。漫画の最新巻でぐるっと、うーん、高谷めっちゃいいやつやんと思って。いや本当に原作を見た人がアニメ帰ってくるとまたなお思いやる。なお思い、そう、ここなんだよなっていう風になりますね。本当、さらにこうアニメ見ると命が吹き込まれてるじゃないですか。もう熱くてごめんなさいね、なんか喋っちゃって全然もういっぱいそういう場ですよ今日も。いっぱい喋ってください。めっちゃよくて、いやこれはね、ほんとね、だからこそあの余計どっちにも負けてほしくなくなるんですよね。本当にこの、しかも高谷くんも面白いのが、もともと水泳をやっていて、うん、そっちで一番になってこっちに来たっていう、うんうん、しかもその宵越と少し違うのが、宵越はベストね、上の方まで行ってこっちに来ましたけど、はい、実際に一番になってこっちに来たっていうその実績があるっていうキャラクターなので、うん、そこがまたもうなんかもう強キャラ来ちゃったみたいなところから、そうっすね。いやこれがまた面白いんですね。だからこそその今そのカバディっていう実際の日本の中での文化とかもまだまだここからっていうところの逆の捉え方で、ここからだからこそ他のところから人が入ってきたらどうなるっていう化学反応がめちゃめちゃ面白い瞬間なんだと。それが強調されてるのが高谷くんなのかなっていうふうに思いますね。ちょっと今後の展開も楽しみですね。楽しみですね。はい、はい、続いてのシーン参りたいと思います。続いてはこちら。王女、この3年どれだけ練習した。来たぞカバディ。お前まさかその足自分で。カバディストラゴン、隙を突かれた。絶対に止める。着地したその時、ガリッ、速っ、その足の回転数。僕にとってカバディは高嶺の花みたいなものなんだ。誰よりも自分を磨かないと振り向いてくれない。僕を追ってるようじゃまだまだ。僕と六弦の差はカバディへの愛の違いだ。おい、来ました。かっこいい。いや大名シーン、俊也くんからしたらたまらないんじゃないですか。もう感無量です。喋ることは何一つありません言われてますよ、大平さん灼熱カバディ、そして王女ガチ勢すぎて押してしまういやマジかっけえんですよマジで。いやマジね、でもね本当ね、僕ねあのね、はい、あマジ、あダメだ、ちょっとネタバレしちゃうわ、これ出ちゃう出ちゃう。でもねここもう本当に王女にねスポット当たるのはもちろんなんですけども、はい、実は相手の六弦さんもここものすごいね大事なシーンでして、うん、六弦さんも本当にの世界組と呼ばれる人たちって昔ねあの一度その悔しい思いをして、 その上で改めて集まって戦っているっていうところになってきて、六弦さんも恐ろしいほどの努力を、間違いない、めちゃめちゃストイックですからね、うん、その上で王女の足の怪我の状態を見た時に、うん、こいつ自分でって言った時にあのシーンは
もう僕らもびっくりしましたもんね。いや、マジなんかこう全て語らずともそこで全て表現されてるのが、うん、ここだったんだ。想像がもう、うん、王女さんのもう全然僕知らないですけど、あの頃、うん、あの頃のことをね、うん、なんかよくその漫画とかアニメとかで描かれてる以上に想像してしまって、うん、そんなに頑張ってたんか、泣きそうやん王女さんって思いながらいや走ってしまうわ。ちょっといやでもなっちゃいますよね。いいよりいいっすね。しかもあの六弦さんとの関係がとても、はい、ここがいいんですよね。なんかライバル関係でありながらもお互いの努力を認めてるからこそ絶対に手抜かないっていう、間違いない。この熱さは本当にこのカバディだからこそ表されるものなんではないでしょうか。はい、ちょっと楽しみですね。はい、それじゃあ続いてのシーンいきたいと思います。続いてはこちら。次の攻撃で高谷を絶対に追い出さねえとって思ってたんだろ。うん、時間的にこのターンで追い出さないと、うん、ほぼ負けが決定する。そして高谷君は波のレーダーじゃ倒せない。よいこし君、君が僕の代わりだ。高谷蓮を追い出せるのは君だ。熱い。熱いですね。熱すぎる。おう、熱すぎるぜ。灼熱になってるぜ。純也くんが灼熱になってるぜ。部長が新人に頼むって言ってんすよ。ここですよね。この、なんでしょうね、チームプレー感、うん、やっぱ部長が王城さんじゃなかったら、こんなになってないぜ、うん、そしてつなげたあぜ道、うん、出てこなかったけど今、素晴らしい。もう最初にあぜ道が部屋に、あの家に来た時から始まってるんですよ、はい、このチームが。そうですね、熱い。あと井浦さんのこれ、いや、わかります。ここめっちゃかっこいいですよね。めっちゃかっこいい。あれ超ずるくないですか。イケメンしかしちゃダメだこれもう。こんな喋り方マジかっこいいわ。ここユーラ、六剣とユーラのこの感じもいいんですよね、うん、関係性もね、あん時はみたいなね。ここ本当にかっこいいんですよね。かっこいい。最新刊の話して天が仰いじゃった。ぜひ気になった方はね、最新刊の方も見ていただきたいと思うんですけども、お願いします。ここあぜ道役としてはすごいやっぱり悔しかったというか、うん、ちょっと後ろから見なきゃいけないっていうのはものすっごい、うん、もう歯が良かったですね。確かにめっちゃ悔しかったです。なんか、うん、すごいリンクをすごい もうしちゃう作品だったので、はいはいはい、なんか後ろで先輩方とかがずっとそうアフレッコして、はい、やっぱこうね戦うシーンだったりとかもするのであれだったんですけど、どうして俺ここに入っていけないのっていうのがそっかギリ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 ってずっとしてて、同じ気持ちになるんですね。なっちゃいましたね。なんで俺ここ出れねえんだみたいな。確かに確かに悔しいよなっていう風に本当になってましたね。やっぱその時もう俺の代わりに頼むってこう気持ちになるんですか。なります。もういよいよし頼むからっていう、ここはもう本当に。しかもね、多分総話のメンバーも結構追い込められてたシーンではあったので、多分そのものすごい熱量で来てたので絶対負けたくないなっていうところはありますね。お、コメントで部長からよいごし君への思いをつなげた後がまた熱いけどね、竹中先生の解説も含め。そう、解説。なるほど、そこなんですよね。結構多ジャンルの先生なのに、うん、一つのスポーツとして捉えてくれてる。素晴らしい。ここってやっぱりそのカバディとしてもそうですけど、はい、何事にも取り組む姿勢だったりとか、うんうんうん、そこもやっぱり共感しやすかったのではないでしょうか。いやー、もうこちら側としてはもう本当に全て、もう言うことはないです。探しましたけどもう言葉にはならない、はい、そうですね。いや、ありがとうございます、ね、本当。まだまだありますからね。そうだ、まだありますよ。まだまだ灼熱していくぜ。灼熱していきましょう。続いてのシーンはこちら、はい、ちょっと本気すぎるけど良かったかも。あの酔い腰くんがボーリングやったらどうなるか気になるよね。よっしゃ、全部倒れた。なぜ倒せん。あぜ道くんの方が上手い。あぜ道くん器用っすね。いや、すごいんですよ。ちょっと手加減してあげた方が必要ない。なんかかわいいな。投げるごとに
仕込み方がね、またね、ほろいんだよな。いるよね、こういう持ってきちゃうタイプ、自分のボールと持ってきちゃうタイプ、ね、一人いますよね。いますね。どんまいっすよ、どんまい。はい、ということで1年ズのシーンでございました。いや、ここ持ってくるのか。ここでも意外と大事なシーンでもあるかもしれないですね。そうですね、うん、本当に。実はその宵越が最初から何でもできるのかって言われたら、そういうタイプじゃ全くなく、あぜ道の方がそういうのに特化してたタイプだったっていう。ここちょっとぜひ今後ね、カバディを見ていく上でちょっと覚えておいてほしいシーンなんですよ、うん、僕個人としても。あぜ道くんのあの身体能力の高さが実は凝縮されてるシーンだったので、うん、確かに今後に生きてくるので、ぜひ楽しみにしていただけたらなと思っておりますが、なんかこうあぜ道くんって身体的能力も高いけど、はい、やっぱ気合がやっぱ違うじゃないですか、ね、でやっぱ人との関わり方とも全然違うので、はい、なんかこう宵越と正反対の彼、なんかこう両方ともこう高め合ってんのがいいなって思いますね、うん、はい、そうですね、うん、そしてね、さっきあのコメントの方でもバン君がね可愛いみたいなコメントもありましたけども、まあね、バン君のねアフレコの時とかすごいんですよ。ここでね、おはようございます、聞こえました、お疲れ様です。ここで横地さんお帰りなさい。俺全員あのキャスト陣もアフレコの方でこう後ろに待機してる時に、あ今行ったんよねってなるんですね。すっごいリアルにやってたんですよ。いやー、おもろい、めっちゃいいな。でもだからこそ途中であのモノローグとかやった時に、はい、あーバッグわかるわっていう。わかる。いや、そうなんですよ。だからおしゃべり使わないって本当にそのバッグのところもこう、はい、濃く描かれてるじゃないですか。本当一人一人描かれてるから、みんな好きになる。みんな好きになりますね。みんな好きになる。はい。じゃあのリーゼントを守り続けてたんで、本当に愛おしい。ちゃんと意図があるのがいいですよね。間違いない。そしてね、ぜひ僕はね、ひとみくんにも本当に注目してほしいんですよ。もうね、こっからなんですよ。そうです。本当にいいんですよ。本当に、あー、喋りってことも最近ないですよ、まだまだ、まだね、まだ来たばっかりなんで。そうですね、3人が、本当にお願いだから原作も読んでみんな。本当に本当にお願いだから。いやー、本当ね、出ちゃうから。出ちゃいますね、ついポロっていっちゃうから。本当、あとしんゆくんとね、もう3時間くらいずっと喋ってたいですもん、ね、いや、ちょっと語り合いたいですね。語り合いたいっすね、本当に。もう嬉しいわ、本当に。いっぱい喋りたいとこではあるんですけどもね、今回はちょっとここまでと。本当ですか、終わり、マジですか。あっちゅうまでございました。いや、もっとね、あのシーンあるんだよ、このシーンあるんだよというところでございますが、はい、ぜひですね、そちらね、今後の応援の方に回していただけたらなと思いますので、はい、皆さんよろしく、今後ね、楽しみにしててください。そして本日深夜にはですね、はい、最新の第9話意地の勝負が放送です。9話はカバディ部2年生三角の葛藤や伊達との過去などが描かれています。こちら本当に熱いシーンとなっておりますので、うん、ぜひお見逃しなくよろしくお願いいたします。しっかり見ます。はい、以上、灼熱カバディ振り返りのコーナーでした。はい、ということで、はい、ここからは告知コーナーとなっております。お聞き逃しの内容にお願いいたします。はい、それじゃあ告知させていただきます。はい、よろしくお願いいたします。まずは音楽情報です。はい、サブスク配信中のテレビアニメ、はい、灼熱カバディオープニングテーマ、はい、ファイヤーバードを収録したセカンド EP、うん、ファイヤーバードが、6月9日水曜日リリースです。はい、また大平俊也ファイヤーバード灼熱カバディキャンペーンが6月2日水曜からスタートいたします。はい、ファイヤーバードを使用し、はい、あなたの灼熱な投稿、はい、一息でカバディをキャンとしている投稿なのですね、はい、ぜひハッシュタグ、はい、シャープファイヤーバード、はい、ハッシュタグ、灼熱カバディをつけて、はい、TikTok に投稿してください。はい、よろしくお願いします。投稿いただいた動画の中から厳選させていただき、はい、大平信也直筆サイン入りテレビアニメ、はい、灼熱カバディ B2 番線ポスター、はい、とチェキをプレゼントさせていただきますので、はい、詳細は大平信也オフィシャルウェブサイトをチェックしてください。はい、よろしくお願いします。お願いします。続いて、灼熱カバディブルーレイが全3巻で発売です。第1巻は7月2日発売、原作武蔵野はじめ先生書き下ろし4コマ漫画&インタビューを収録した特製ブックレットやキャストオーディオコメンタリーも収録。こちらですね、僕と井山さん第1話のオーディオコメンタリーに参加させていただきましたので、
ぜひお聴きいただければなと思っております。めっちゃ豪華ですね。めちゃめちゃ豪華ですので、あんな話こんな話いっぱいお話しさせていただいております。さらに第1巻早期購入特典としてこちら、エビ T シャツアクリルキーホルダーを先着でプレゼント。お、こちらです。いいです、可愛らしいですね。エビ T でございます。可愛いですよ。はい、それ気をつけないと僕奪って帰りますから、ね、強奪戦。スタッフさんもちゃんと見てないとスパッていきますからね。ストラグルして持って帰っちゃうみたいなんですけども、はい、こちらですね、ぜひゲットしていただければなと思っております。よろしくお願いいたします。はい、はい、続いてですね、コラボ情報です、はい、池袋なんじゃタウンとのコラボが決定、はい、グッズやコラボフードの販売、はい、オリジナル景品がもらえる、はい、灼熱キャントガラポンなどが登場、はい、大阪での展開やミニゲーム、はい、グッズのインターネット通販も決定いたしました、はい、その他にも灼熱カバディの関連グッズが続々登場しております、はい、詳細は公式サイトやツイッターをチェックしてください。よろしくお願いいたします。お願いします。続いてですね、はい、原作情報です、はい、灼熱カバディは漫画ワン&ウラサンデーにて連載中です、はい、コミックスは現在第18巻まで大好評発売中です、はい、ぜひ18巻絶対見てください、はい、めっちゃいいんで、お願いします。さらにですね、はい、最新第19巻は7月12日月曜発売予定です、はい、よろしくお願いします。そして最後に放送情報です、はい、テレビアニメ灼熱カバディは毎週金曜深夜1時23分からテレビ東京にて、その後深夜2時10分からテレビ大阪、深夜2時5分からテレビ愛知で放送中。本日この後深夜1時23分から第9話の放送があります、はい、ぜひご覧ください。よろしくお願いいたします。お願いします。はい、ということでお送りしてきました灼、はい、熱カバディスペシャル生配信もそろそろエンディングのお時間となってしまいました。嫌です。僕はこの夢の空間からどきたくないです。いや、俺もです。本当ですか？帰りたくねえよ。いや、ゲン君マジでなんか聞いてて、お話を聞いてて、はい、あぜ道を一番愛してるのはやっぱりゲン君なんだなっていうのを感じて、はい、なんかすごく、なんだろう、原作一ファンとして嬉しいです。いや、でもそれを言ったらオープニングを担当してくださってる俊也くんが灼熱カバディ一番のファンだっていうのが、いやこんなに嬉しいことないですよ。もういや、もう本当に今日も楽しみに見させていただきます、はい、きっとすごいね、はい、夢の時間だったなって思うと思うんですありがとうございます、皆さん一緒に楽しみましょうね。楽しみましょう。よろしくお願いいたします。お願いします。はい、ということでね、本日9話放送&この後の一挙無料配信5話から8話もお見逃しなくということでございます、はい。寂しいな。もうお別れしなきゃな。そうですね、はい、それではこの辺でお別れです。あぜ道相馬役の佐藤健人、大平俊也でした。バイバイ。カバディ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 。